皆さんこんにちは。ジョファアートスクール校長の松尾雅子です。本日はパンジーの描き方、まず本物をよく観察しましょう。まずは簡単なハートのパンジーから、丸に十字線を描いて中心を少し下げて横線を描いてください。準備 OK ですか？はい、ここに小さな丸を描きます。逆さまのハートを一つ、蝶々のイメージで左右に羽をもこもこと描きます。そしてハートを一つ。さあ、ではペンで描いていきますよ。パンジーの花芯は中心より少し下、ちっちゃな丸を描いて逆さまのハート一つ。蝶々のイメージで左右にもこもこと描きます。そして上に横広いハートを一つ。あとは模様の部分ですが、小さなハート内側に3つ描きましょう。下と左右と3つですね。はい、これで簡単パンジーの完成です。ではもう少しリアルなパンジーにもトライしてみましょう。さあ、今度は準備は一緒です。丸に十字線、中心より少し下に小さな丸を描いてください。逆さまのハート、もうちょっと大きい方が良かったかもしれませんね。そして蝶々のイメージで左右にお餅を2つ、そして上に2つ花びらをひらひらとフリル状に重ねてください。そしてパンジーは色が変わりますので、この辺に当たりをつけておきますね。色が変わる部分です。はい、ではペンで描いていきますよ。小さな丸、そして逆さまのハート、左右にお餅を2つ、そして上にひらひらとフリル状の花びらを2枚重ねて描きましょう。はい、模様の部分ですね。パンジーは花びらの模様、猫のひげみたいに 3,4 本描いておくといいと思います。下と左右ですね。上の花びらには何も描かなくて大丈夫です。はい、パンジーはですね、いろんな種類がありますので、写真を見ながら描くといいでしょうね。で、パンジーを描くときはハートと蝶々の組み合わせで描いていくと楽です。好きな色で塗ってください。ご覧いただきありがとうございました。